タンブラ州、またはトゥンブラ、タンボラは南スーダンにかつて存在した州の一つ。エクアドリア地方に所属している。州とは同名のタンブラ。2017年1月14日にグブドゥエ州より分離2020年に廃止。面積は約2.2万平方キロメートル、人口約8.5万人と比較的小さい。 州知事はマイグブデュエ州知事でもあったパトリック・ラファエル。二軍より構成される。The 32 Federal States of the Republic of South Sudan.PANLUELWEL.com。A N L U e L w e、2018年1月2日閲覧。South Sudanese President Creates f o r m r States.SUDANTRIBUNE.com。I B U N e. 2018年1月2日閲覧。 ブレイクトレホ、サウススーダンガバメントリザルブス、リターンツー10ステーツ。c h i m p r e p o, o r t s c o m 2020年3月8日閲覧。The32 States of the Republic of South Sudan。HOTINJUBA.com。2018年1月2日閲覧。サウススーダン、アドミニストレーティブユニッツ。 geohive.com 2017年2月1日時点のオリジナルよりアーカイブ2018年1月2日閲覧サウススダンアドミニストレーティブディビジョンシティポピレーション201801021閲覧ありがとうございます